プログラミングの授業で時計のアラームがうまくいかん何に困ってるのかな好きな曲にしたいんやけどなどこをどうしたらええんや音を鳴らすところだけ取り出してみましょう時計のブザーから60を1秒出力するこれでどの音が1秒鳴るの60って何なの三角で鍵盤入力が出るわ数字は音の高さを表していて42から73までの高さが選べるの楽譜がわからんのやけどやりたい曲に振り仮名書いてもらいましょう時間は どうしたらええんや音楽の速度記号は1分間の白、渋音符の数だから60秒割る1 2 0の0.5秒が渋音符の時間になるの。休符は何秒待つのブロックを使うの。音符と休符のブロックを作っておいて複製して並べていくといいわね。